はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画です。今日も暑いと。現在、12時。夜中の12時。ですが、今27度。27度4分あります。はい、新潟ですけど。ここ新潟なんですけど。っていうね。はい、今回はチューハイです。ハイリキザスペシャルのね、ストロング、新しいのが出ました。ストロングゴールド。アルコール度数9%の、炭酸強め、期間限定。これは何なんですかね。あれなのかな。ストロングゴールド。無果汁って書いてあるからね。原材料がウォッカと糖類と酸味料と香料とカラメル色素と甘味料となってます。アルコール度数9%。強いと。金色。黄色っぽい。これ何味なのか。気になる。飲んでみましょう。これ何味なんだ。あれかな。焼酎ハイボールみたいな感じの、ただのなんか、あれなのかな。乾杯。あ、これあれだ。デカビタ C みたいな、あれですね。エナジードリンク的なやつだ。うわ。あ、エナジードリンク。カフェイン入ってそうな。でもちょっとなんか、ちょっとえぐみがあるな。ちょっと苦味っていうか、舌になんか、残るこう、なんだろうな。これ、あれなのか。でもウォッカだからね、そんなにするもんでもないと思うんだけど。まあ、ね、最近暑いですけどもね、どうにもね、納得できないことがあって、新潟とね、東京でね、大して気温の差がないということが腹立つんですけども。ね、冬の間はさ、新潟とさ、東京のさ、差って結構あるじゃん。5度以上あるでしょ、気温の差って。ね、5度から10度ぐらいあるじゃないですか。おかしくない？ちょっとこれは。今日も最高気温30度いってたからね。なんか新潟ってさ、冬寒くって夏暑いっていう気候なんですよ。意味がわかる。本当に新潟はマジで、クソすぎるわ。本当に。あと同じくして、北海道もね、あれ北海道って涼しいっていうか、北だから涼しいようなイメージあるけど、あれは嘘ですね。夏暑いですよ、北海道って。夏35度ぐらい行くんじゃなかったか。去年とか30何度行ってたよね。本当割に合わないわ、北の方は。特に北の方はね。逆に一番、いいのがやっぱ沖縄ですよ。沖縄、冬はあったかく、夏涼しいからね。本当に。沖縄だって最高気温35度いかないんですよ。35度いかないんですよ、あれ。まあ、なんでかっていうと、海に面してる。てか、周りが海だから。でしょうけど。まあ、かといって沖縄に住みたいとは思いませんけどね。なぜかというと、台風。台風っすね。ハイリキザ。
スペシャル。まあでも、ハイリキザスペシャルは、これなんか俺毎回言ってると思うけど、ハイリキザスペシャルのこのストロングで、まあ割とうまかったのはレモンなんですよ。これ甘味料が入ってないんだよね、レモンがね。唯一。ただし、ぶっちゃけって言うとあんまり美味しくない。確か俺あんまり美味しくなかったはず。甘味料入ってないんで、あんま甘くないんですけど、大してうまくなかった気がする。うん。しかもアルコール度数 7% なんですよ。で、焼酎ハイボールも 7% なんで、焼酎ハイボール買った方が絶対いいっすね。間違いなく。間違いなくいいっすね。ちょっとね、今ね、まあ、前々からあれなんですけど、去年、俺今パンツ一丁なんですけど、動画でね、去年の動画見るとね、パンツ一丁でね、普通にパンツの部分こう映してたんで、なんか、コメントでね、批判を食らってたんで、なんかね、ズボン履いた方がいいですよとか、あったんで、まあ、確かになと思ってね。まあ、ちょっとカメラの位置をちょっとずらしました。まあね。俺普段は、夏は基本的に、まあ、パンツ一丁と、あと、肌着の、半袖の肌着着てる感じなんですけど。一人暮らしの人とかだとね、女性でもね、信じられないことに、真っ裸とかいるんですよ。いるらしいですね。ただ俺は真っ裸、なんか逆にこう、あれだよね。真っ裸はちょっと抵抗ある。抵抗あるっていうかなんか、ちょっとあれだよね。なんかあれだなって。そこまで慣れないよね。慣れないっていうか、真っ裸に慣れてないから、そんなに。ただ女性でも結構いるらしいですよ。本当に。ちょっと考えられない。なんかあんまり嫌ですね。女性がね、真っ裸でね、一人暮らしの、ね、部屋の中でいるとか考えて。なんかちょっと、気持ち悪い。期間限定、アルコール度数 9% で、飲み応えがあって、グッとくる刺激とシャープな後味で飲み飽きない、程よい甘さの缶チューハイです。まあ、甘味料が入って、糖類も入って、9% だから。結構あれですね。カロリーが62キロカロリー。まあ、まあ、うん、あれなんじゃない？まあまあまあ、まあまあまあって感じかな。前飲んだメロンソーダのやつよかは、まあまだ飲める。あれはちょっと甘すぎたんでね、メロンソーダのやつね。甘ったるすぎて、吐きそうになった気がしますけど。まあ、まだ飲めるけども、まあ、もう飲みたいとは思わない。もう飲みたいとは思わないですね。これは。ああ、でもなんで5月の。まだ5月下旬ですよ。30度超えるとか。どうなっとんだよ。マジで。おかしいっしょ。本当にさ、毎年毎年なんか暑い暑いって言うけど、今年の夏は暑いとかさ、言うでしょ。でも、何これって、いう感じです。確かインドだと、道路のアスファルトの、
あれが溶けたらしいですよ。アスファルトが。アスファルトが溶けて、なんか、横断歩道のあれがぐちゃぐちゃになったとか。横断歩道のあの白い線の部分がぐちゃーってなって、横断歩道として、歩道として機能しなくなったみたいな。らしいですか。まあ。確かあっち45度ぐらい行ってんじゃなかったか。確か。キチガイじゃないのか、ちょっと。キチガイオツですって感じですね。あとなんか喋ることあったかな。最近、まあ、最近ね、まあ、特に喋ることはないんですけど、まあ、なんていうのかね。暑い。っていうのも、まあ、あるんですけど、前はね、ちょっと前までは、ね、ほんの2週間ぐらい前までは、夜中がめちゃくちゃ寒かったんですよ。で、人間ってやっぱり慣れが必要らしくて、徐々にこう暑さに慣れていけばそれなりに対応できるんですけど、いきなりこうブワッと暑くなってもらうとね、本当に急に暑くなったから、だって夜中の気温18度とかだったんで、2週間ぐらい前まで。18度ちゃうな、16度ぐらいだったっけ。本当に勘弁してほしいですよね。そうそう。最近、つい最近、昨日、一昨日ぐらいからですね、実は携帯の、出会い系サイトっていうのをちょっと利用してしまいましてですね、ちょっと、ね、寂しくなったんで、結構ね、寂しがり屋なんでね、僕はね、こう見えてね。なんでちょっと、出会い系サイトというの、有料のポイント制のやつの、まあ一番なんか有名そうな、こう、なんか、2、3個超有名なあれがあって。で、その中でも、有名な、まあこう、まあね、あんま言わないですけど、なんたらかんたらってやるの。ちょっと使ってね、見てるんですけど。まあ、特に、まあ、特に手応えは感じないです特にね、手応えは感じません。なんかいい、あれいねえかな？まあなんか、人妻とかね。結構俺人妻で年上の人が好きなんで、人妻とかがいいんですけど。ねえ、まあ皆さん結構ね、特に一人暮らしとかするとね、すっげえ寂しくなる時があるんでね。まああるんでねっていうかね。まあありますからね。まあでも、まあ有料って言っても、まあポイント制だけど、まあそれなりに安いしね。ポイントはね。まあねえ。でも新潟だと大体市内ばっかりなんだよね。新潟市内の人ばっかりなんでね。ほんと新潟って結構広いでしょ。
北海道ほど広くないけど、それなりに広い上に、北と南で、広いっていうか、距離が長い。端から端までが距離が非常に長いので、それでね、結構落差があるんですよ。やっぱ、新潟市内が一番ブワーって盛り上がってるんですけど、それ以外のところがほぼ、過疎地みたいな感じなんで。まあね、東京の人とかはね、非常にいっぱいいて、しかも距離も近いしね。たまに結構あるんですけど、俺の今までの経験から言うとね、あ、いい人だなってなって、こう話も弾んで、で、君、どこの出身なのって聞くと、もう県外だったりとか、もうね、県外じゃなくても新潟でもね、もう下の方とかさ、めっちゃ下の方とかね、いう感じなんですよ、大体。だからね、それがなんか、はにゃーってなる。なんか、いい人に限って大体別のところなんだよね。大体ね。本当に近くに、まあ、いないんだな、なかなかな。近場でな。まあ、どうなんですかね。わかんないですけど。まあ、なかなかね。でも、そういう意味だと、やっぱ東京の人はまだいいのかわかんないけど、桜が多いか、まあ、可能性もあるけどね。桜とかね。でも、そこのサイトは桜がいないとかなんとか言ってるから、まあ、桜がいないとしたら、やっぱり人が多いのは、いいことでしょうけど。俺、個人的にはまあ、新潟市、新潟駅とか、行くとなると、ちょっと遠いんだよね。車で、何分かかる ?30、40分くらいかかるか。車で40分、往復80分かかるからね。ちょっときついなぁ。まあでも、まあね。まあそれに見合ういい人だったら別にいいんですけど、行ってもね。たまに本当にひどいのだとね、なーってなる。ふにゃーってなる。はーってなる。本当にね、結構ね、ついさっき会ったんですけど、メール来て、で、俺が LINE にね、LINE の ID、LINE で、やりとりしないって言って、こっちだとこのサイトだとポイントかかるから、ちょっとあれなんだよねって言ったら、ポイントとかを気にしないで、ガンガン使えるような、経済力のある人がいいとかって言われて、はぁーってなったんですけど。まあ。ね。なんかちょっと凹んだんですけど。まあ、女もね、男もね、まあ、星の数ほどいると言われてますけども、実際のところ、まあ、いたとしても、まあな、会う人間がいかにいるかですよ。会う人間は、まあ、かなり少ないとは思いますけど。まあ、気長に探していきましょうか。ということで、暑。本当に暑いな。30日。コクなし。甘み、まあ。香り、まあ。これは別に進めねえな。これは進めるもんでもねえわ。2433です。ご視聴ありがとうございました。